1ヶ月間僕と山口がそれぞれ使ってみた感想デメリットをご紹介しておきます、うん、山口はスティールの方でも使ってたのでその使用感、ね、じゃあ実際どんぐらい硬いのっていう。こんにちは。こんにちは。今日はエレスタルさんから2023年4月28日に発売されたフライトファントムについて話していこうと思います。お願いします。まあ、内容についてはどういうものなのかって商品説明と、うん、あと実際僕らがたまたまエルサイルの方に会って発売するやつのプロトタイプをいただいて、でまあ2ヶ月間僕と山口がそれぞれ使ってみた感想と、はい、山口はスティールの方でも使ってたのでその使用感をちょっと話していこうかなと思いますので、はい、お願いします。どういう商品なのかっていう書いてあることをね、書いてあるけど共有していこうという、はい、それは圧倒的な長寿命で消耗品からの脱却を目指したフライト。美しく強い透明感のある精密な作りは芸術作品のよう。そしてエルスタイル史上圧倒的に長寿命。重さは約 1g、 エルフライトの中で一番硬く重いフライトです。でまあこんな方にっていうので、硬いフライトにぶつけて入れるイメージのある方、とにかくクールなダンスセッティングを求めている方、経済的にも優位なフライトを探している方向けということで、これ重いって書いてあるけど約 1g なんやね、そもそも。うん、まあそんなに変わんないですよ。うん、正直その重さ、うん、あ重いと思ったことは一切なかった。うん、まあ、大体シャンパンリングあるし。あ、そうそうそう、確かに。まあ一応、まあ、僕らが使ったやつが、僕は透明の方で、ね、ちょっとこれ見えるかな、こういう感じのやつです。山口くん、私はこのネイビー、まず見た目の話をさせてもらうと、はい、もう待ち望んでた俺はクリアをクリアね、そんなクリアが良かった。なんか、まあダーツのセッティングって最初結構こういう柄物にしたりとかあると思うんだけど、うん、やっていけばどん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 シンプルになってくるじゃん、みんな。まあそうですね。それでフライトが白だったりとか、はい、黒だったりとかなっていくと思うんだけど、その中でやっぱシンプルの中でも俺クリアがいいなってずっと思ってた。なるほど、白じゃなくて。そうそうそう、派手にするんだったらなんか俺らの菊山フライトみたいな、はいはいはい、ああいう三色フライトみたいなのもいいなと思ってて、うん、で次にやっぱりつけてみて思ったのは、これ山口ともつけてすぐ言ってたんだけど、うん、音がね。そうなんだよね、通常のフライトにはないこのこのスティール感のある音ね。これがね、はい、じゃあ実際どんぐらい硬いのっていう、うん、僕の主観の感想だけ本当に言うと、はい、うん、そんな硬くない。ああ、まあ硬さって何をもっての硬さによるよ。そう、見てもらえば分かるんですけど、こう全然曲がるんですよ普通に。ああ、だからあれだね、まあこの、まあ別に案件じゃないんであれですけど、そうそうそう、わざわざ名前を言わないようにすると、はい、まあ硬いやつあるじゃないですか。はいはいはい、硬なんちゃらってやつあるじゃないですか、はいはい、より全然硬くない。そうそうそう、だからその硬いから弾かれるみたいな印象を持って敬遠する必要は俺はないとは思った、うんうんうん、まあもちろんそのすでにあるものよりは、まあ当然材質が違うから硬さはあるけど、そのペーンってなるほどじゃないっていう。そう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 、このちょっとなったね。まあでもそれぐらいなもんで、あ、だからハウスダンスとかでガンと置いてあるような、あの本当プラスチックの硬さですみたいなやつあるじゃん。 あー、ああいうのじゃ全然、ね、まあ、柔軟性がないってことではない。そうだね、だからその耐久値をさ上げようとしたら結局硬くしなきゃいけなくなるわけじゃん。だから硬くしたのにしなやかさが残っているという、そう、素晴らしい商品です。でも、はい、こうね、これはね、エル、うん、スタイルの技術詰め込んだなと俺思ってて、うん、そう、本人に、本人っていうかその会社に聞いたわけじゃないからあれだけど、うん、まあエルスタイルの歴史でいくと、はい、成形フライト作って、うん、でまた、リップポイントも作ったわけじゃないですか、はい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 、の中でやっぱどっちにも言えるっていうのは、丈夫さを追求するために硬さを求めたんじゃなくて弾力性を求めてたと思う。なるほど。リップポイントもただバカみたいに硬くして折れませんよじゃなくて、この弾力性があるから折れづらいわけじゃん。なるほどね。だから強度を求めるためのこう弾力性っていうところがやっぱエルスタイルめっちゃいいとこだと思ってて。なるほど。それが出ましたね今回ここに。紙フラの時も、うん、通常のそのフライトのコードはそのままで、中にあの3本、うん、
ラインがね、ラインが入って、そこがこう柔らかく曲がることで柔らかさがより出るんですよっていう商品だったじゃん。あれもだからこれあれよ、フライト、ね、ダーツ誌をまとめるなら、はいはいはい、ファントム紙フライト2強時代よ。2強時代に入った2択になっちゃってるからもう硬いのがいい人はこれ使えばいいし、淡いのがいい人は紙フライトでいいわけだから、うん、まあ僕らがプロトタイプをいただいてもう約2ヶ月経つんですけど、うん、そこから僕が、まあ、毎日だいたい30分ぐらい家で投げて、うん、でまあ週末は3時間投げいって、うん、で嬉しくて、うん、もう投げてたらレーティング8になったんですけど、8の実力ある人間が、うん、まあ、ブルに向かってさ毎日投げて、うん、どれぐらい、まあ、ボロボロになりましたかと、うん、いうのをちょっと見せたくて俺投げてたんだけど、はい、これ見えるかな、一番ボロボロでこれっす、これ見えますかね、その、うん、ちょっとこっちも見せるか、うん、角が、角ってこの上のぶつかるところがへこんだりしてるなーぐらいで、そうだね。で、恐ろしいのが全部十字の形はマジで保ってるんですよ。わかりますかね、伝わってますかね。だからどうしてもやっぱ、いや、そこなんだよね、そう結局は。そのフライト自体は持ってて避けてなくても、あの扇風機になったりするじゃないですか。そう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 、なってないのよ。しかも俺に関してはスティールだからね。俺だって言われたんだよ、リーグメンバーに、うん、なんか山口くんそれにしてからさ変えたって、フライトいや変えてないっすよ、ずっとこれっすよ、すごいねっていうやり取りがあったぐらい。スティールでこれよ。いや、それ結構ね、なんか1本残してるんだ、あれか、ちょっと引くよね。これそうそう、もう十字、十字、マジで十字、綺麗な十字。もうだから俺大丈夫かなって心配になってる、企業側が、企業側、消耗品からの脱却を目指してるとのことですので、俺らは別にスポンサーを受けてるわけでもないから、うん、あ、これに関してもお金はもらってないしそうね、勝手にやってる、勝手にやってるだけで、しかも怖いのがこれプロトタイプで、でさらにそこからまた意見集めて、今販売してるやつはこれよりも多分性能が良くなってる。これだけ触れたくて俺、はい、値段、あ、そうですね、値段が税込みで、1320円なんですよ。終わったな日本のダーツ企業はもう終わりだよ。だって L の普通の2個分じゃん、ほぼ。そうなの、2000円ぐらいすんのかと思ったら1300円なの。ちょっと L スタイルさん終わらしに来てませんか、シャフトから。またシャフトも折れないで、俺まだ俺あのあれから俺変えてないんだよ。いや俺も変えてないよ、プレミアムのシャフトのままよ、カーボン、うん、1回もシャフト折れてないから。ここまで来てデメリットをご紹介しておきます、うん、お、僕らはお金をもらってないから、あ、言いたい放題、言いたい放題なんで、デメリット、僕が本当に思ったデメリット、まあ当たり前なんですけど、カラーバリエーションと型がまだ少ないっていう、まあ、今これだから L1 でしょ確か、L1 スタンダードで、色も、うん、クリアとブラックとレッドとブルー、まあ正直言うとまだっていうのが多分それで、あの紙フラの時もそうだったけど、いや本当そうですよ、そうだ、いずれ、うん、多分出てくるとは思うんですけど、うん、まだ種類が少ないと絞り出したんですよデメリットがまだだもんねで、L1 しかない、うん、まあこれ多分デメリットだと捉える人もいると思うんですよ。まあ、うん、昔の言い方で言うとスタンダード、はい、あのシェイプより1個大きい形の形しかないんですよ。で僕これ L スタイルの社長さんに聞きました、直接。でシェイプはないんですかと聞いた時に、その段階ではないと、はい、で理由はこれもともと海外をメインとして販売する予定だったらしい。あー、でなるほどね、海外だとスタンダードの流通量というか販売量があ、もう尋常じゃないらしい。あー、はいはいはい、もう一番だ、日本だとさシェイプの方が主流な感じあるじゃん、なんとなく、うんうんうん、海外ではスタンダードが主流らしくて、そっちをまあメインで最初考えてたから、スタンダードが一旦スタンダードだけの状態になってる、 L1 だけになってるということでしたので、はい、もうこれはもうこれで世界取ろうとしてるってことだよねもういよいよだこれ日本でもさ結構売れて、うん、あのシェイプ出してくれて声がめちゃめちゃ多かったら出るんだと思う、出るんだ、当然、はい、当然出るんだと思う、当然出るんだと思いますし、うん、俺は割とセッティングとかを割と気にする側なので、うん、まあつけてさ、あ、これスタンダードかってなったんよ最初、はい、でその話を聞いたんだけど、あの正直あの関係ないっすね、
あのスリムとかまで行ったら飛び変わると思うけど、うん、シェイプからスタンダードに変わってくる。なんなら調子良くなったまであるしな。それはお前の問題ね。まあそれぞれの飛びにもよると思うけど、うん、シェイプからスタンダードってシェイプからロケットに変えるよりも、L2 から L3 に変えるよりも個人的にはね、主観的には影響はそんなにない、うん、そうねと思ってるし、うん、まあそんなことを言う権利があるのはレーティング18以上の方だと思います。わかりません、僕らには。で、あと弾かれんじゃねえかって心配をしてる人が多分多いと思うんだけど、硬いフライトに対してこう、アレルギーを持ってる人は。まあそれ意味わかると思うんですが、まあ正直飛びによると思う。ああ、もうそれはね。うん。まあスティールかハードに、カーによっても当然違うし、って感じだね。だから、一回買ってみたらいいと思う。1300円だから。まあスティールならではデメリットも特にないです。スティールとかだとぶつけやすいとか、当たりどうなの？マジな話すると、うん、俺は今そこまで裏抜きじゃないから、あ、ちょっと芯抜き寄りになりだしてるので、フォームグリップを変えて、はいはい、まあそこまでその裏抜きに関してのあれは分かりませんが、芯抜きで弾かれて上ってなったこともないし、うん、まあ、弾かれて刺さらないとスティールは0点じゃないですか、そのダーツは、はい、1回あったかどうかぐらい。まあでもそれは他のフライトでとかでもあることだし、うん、だから正直飛びによるとこも大きいしさ、そのワイヤーに当たるかどうかって運の部分も絡んでくるからあれだけど、はい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 、だし裏抜きのリーグメンバーに投げてもらったりもしました。お、検証用に。エロ、音もいいです。すごく絡みます。以上デメリットです。いやいや、メリットでした。メリットでした。メリットだったか。あとはまあ値段がちょっと高いぐらいじゃない？いやでもさ、いやそうなのよ、あの結局ずっと使ってった時に、普通のフライトだったら何個消費できるところをこれ1個で済んでたのって話になったらもう終わりじゃん。しかも1300円でしょ。まあプレミアムカーボンはちょっと、まあ、寿命とそれこそ考えてさ、こっちの方が安いじゃんは分かるけど、うん、手出しづらいとかっていう人がいるのも分かるけどさ、うん、1300円でしょ。1320円、豚麺と同じ金額。いやそんなことはない。絶対こっちがいいと思う。てか俺1回は絶対使った方がいいと思う。色マジでこれいいな。でこれ多分販売されてる色じゃないよね、これね。本当だ、めっちゃ。いや俺これ出してほしいわ、ネイビーみたいな。これめっちゃ良くない？いやこの色、うん、俺それ好き。一応ホームページ上だと、あのなんかこういう色になってるけど、まあそれはちょっとあの URL どうせ貼っとくんで確認してみてください、はい。さっきさらっと言ってたけど、レーティング8ってちょっと小騒ぎですよ、多分。あ、いや、うん、まあそ、もうだからファントムのおかげでなったみたいな、ね。ああ、まあタイミング的にはそうだよね。そうそうそう、ちょっと使用感というか、それもちゃんと分かってからこう動画出したいなと思ったら、うん、せっかくだからね、先にいただいたわけだからと思って投げて、うん、ちょこちょこ投げてたら、あれって思った以上にブロ入るぞと思って、測り行ったら、うん、まあ、8になっちゃった。まあ、3時間パックで入ってるから、うん、もう完全に今のレーティング出ましたっていう状態じゃないね、毎回。あの、ずっと伸びた状態で、そのてっぺん見えずに今日も終わったなみたいな状態が今まで続いて。あ、なるほどね。あ、本当に8なんですけど、一応じゃあ見せとこうか。おぉ。まあ、カミフラファントムはもう、イチローと松井秀喜どっちが威張ったなのかっていう話みたいな感じになっちゃうんですよ、結局。そうですね。今の世代で例えると、あの、大谷さん一強っていうややこしい状態だったから、そういうしかないよ。大谷出しちゃうと、それは大谷さんやろってなっちゃうから。だから、出すんじゃない？そのうち L も。L スタイルから大谷が出るんじゃない？なるほど。ショータイムが出るんだ、うん。フライトをたくさん買い替えたくないよっていう人とかにはもう特におすすめなんで。うん。うん、はい、はい、今言うことじゃないですけど、一応あの菊山フライトもあのまだナチュラルナインさんの方で買います。ああ、そうだね。言わなくても分かってると思った、みんな。それが一番いいフライトなんだから、うん、この間違いない。菊山フライト、そこファントム紙フライトの上に菊山フライトがあるから、ね、大谷さんだから。もう出てたわ。このチャンネルではダーツの質問を募集しております。コメント欄の方にお願いいたします。あと、また山口区のツイッターの方でマシュマロで匿名で質問、もしくはこちらの質問に対しての回答を、募集しておりますので、はい、概要欄に貼っておりますので山口区のツイッターの方からお願いいたします。ゲームチャンネルがあるのでそちらの、はい、もしもいいよって方は登録お願いいたします。ではありがとうございました。ありがとうございました。